池内純子11月4日から2010年9月26日は日本の女優。1954年東京市本塾東両国の塩物問屋の長女として生まれる。幼稚園は友江学園に通う。1952年十文字高等学校卒業後、日本橋三越への入社試験に受かるも親の反対に会う。しかし、祖父の許しを得て、 無事に入社、配属された五福売り場に、後の女優、前田道子もおり、そこで二人の美貌が評判となる。一年余り勤めた後に退社し、花嫁修行のため和サと料理の学校へ通った。1954年、週刊芸能誌、産経グラフの第2回、カバーガールに応募。同年9月10日に新東宝本社で開かれた、選考委員会で1位に輝く。 三景グラフは新東宝撮影所へ池内を推薦。関係者の目にも留まり、同社へ入社した。偶然にも、前田と再会した。池内純子1955年、皇太子の花嫁で映画デビュー。続く、清水博監督の二郎物語で姉役を演じ注目される。以来、池部亮、宇津健の相手役として多くの作品に出演する。 1956年、ニーズマカガミで、初主演。久保直子、三谷歌子と共に、新東方言大劇の女優サンバガラスとして、脚光を浴びる。その間、俳優の柳沢新一と結婚。1957年、映画界を引退、翌年に離婚。1960年、花嫁吸血まで、映画界復帰。映画出演と、並行して、TV ドラマ、 今日を生きる、日日の配信などに主演。1961年8月末日、新東宝は、不債総額7億8000万円を抱えて倒産。東京映画へ籍社長シリーズ、駅前シリーズ、花影、獣道などに出演。1962年、よろめきドラマには欠かせない存在として、人気を集め。 日本放送作家協会女性演技者賞を受賞。お嫁さんにしたい女優でも上位にランクインし、人気、演技力ともテレビ女優ナンバー1の地位を確立した。中でも、女と味噌汁シリーズは毎回高視聴率を誇り、代表作となった。1966年3月、第8回、マルデル・プラタ映画祭出席のため、南米アルゼンチンを訪問。 1974年、日本テレビとテレビドラマ出演のための専属契約を結ぶ。この契約は1980年まで続いた。2002年、四十号賞を受賞。2007年4月、舞台、サンバーの地方公演中に、胸の違和感を訴えて、検査入院したところ、間質性肺炎、胸水貯留、肺腫瘍の診断が下され、 約3ヶ月の安静化量が必要となった。そのため、同年5月25日から予定されていた、階段ボタン道路の全国公演の交番を発表。同年6月に一旦退院。8月中旬からは、民放の単発ドラマで仕事復帰していた。2008年4月、春の叙勲での朝日小受賞授与が日本政府より伝達された。2009年11月、 天皇陛下御在位20年記念式典に出席した。同式典において、上皇昭人と上皇豪道子が関心を持つ分野の代表者の一人として、池内が紹介された。2010年5月16日まで、名古屋の中日劇場で、舞台、サンバーに出演していたが、その後再入院。約4ヶ月後の同年9月26日午後4時21分、敗戦のため、 東京都内の病院で死去、76歳を打つ。テレビドラマの遺作は、同年1月11日に TBS テレビで放送された W の悲劇。同年5月、入院前に出演した舞台、サンバーが池内にとって、生涯最後の出演作となった。和服の似合う上品な美貌の持ち主として、1960年代から1980年代まで、 テレビドラマの女王として君臨した。血液型は O 型。日本舞踊水木流家元、クリシマスミコの弟子であり、ナトリ、水木幸吉でもある。テレビドラマでは毎作20%以上の視聴率を取るため、20%女優とも言われ、下流界を生きる、芸者、愛人、妾、未亡人、地方女性など安入な役から、白かっぽ儀が似合う、 ケ投げで爽やかなお母さん役まで自在に演じた。2010年の池内の聖居時には、その方を受け、大空真由美は、お別れが早すぎますと哀悼の字を述べ、黒柳哲子は、山岡久野さんと3人で一緒に、老人ホームに入ろうね、って約束してたのに、とコメント。池内の誕生日でもあった同年11月4日、芸能界仲間が多数参列の、 お別れの会が行われ、プライベートでも、お姉ちゃんと呼びしたい、実の姉妹のように仲が良く池内うの親族とともに、臨重もみ取った長山愛子が、世話人を務めたほか、友人代表として挨拶も行っている。お別れの会には、佐久間良子、八千草香る、三田吉子、塚紗良子、淡島千江、水谷愛子、坂口良子、各地加子、石田光、菅野美穂、 宇津井健、中田義子、野村真美、藤田智子、小林綾子、沢田ま美、赤木春江、前田銀、井上淳、田中健、水野明、森宮隆徳重里氏、松村祐希石、石倉三郎、江原慎次郎、中原ひとみ、浅岡幸次、三浦智一、高橋秀樹、石井紀美子、清水明美鴨下新一、石井福子らが参列した。 プロ野球東京読売巨人軍のファンであることでも知られ、ミスタージャイアンツ勝利の旗では、川上哲二、長島茂雄、大王貞春ら当時の巨人軍のスター選手と共演したこともある。急行楽園球場、東京ドームの年間ボックスシートを購入していたほどのファンだった。生前は大の愛演家でもあった。1965年の女優復帰作、花嫁休結まで、 ケムクジャラの怪物に変身する悲劇の美女を変身後の姿まで演じた。この作品は1980年代に名画座でたびたび上映され、ファンの間では結婚に反対した新東宝社長の大倉三次から礼遇され、復帰後は不本意な役もなくなく引き受けなければならなかったなどとまことしやかな噂が立ったが、小林悟監督によるとこのような役回りは、 当時の新東宝のエログロ路線的には特別なことではなく、池内に限ったことではなかった。石川義弘監督は、本当に嫌がらせをするなら、映画に出さないとしてこの噂を否定している。同じ新東宝の俳優だった高橋勝治によると、当時池内は、あまり目立った娘ではなく、高橋は、そのような嫌がらせはなかったと証言している。池内の新東宝復帰は、 大見と郎の口添えをもとに、大倉社長の許可を得てなったものであり、池内は1978年の大倉社長死去時には葬儀に参列している。著作者表記別 NHK 日本テレビ、系列読売テレビテレビ朝日系列朝日放送、TBS 系列テレビ、東京系列富士テレビ系列は奪う。ありがとうございます。